はい、皆さんこんにちは、タイシです。本日はですね、皇居の周りでですね、動画の方を撮ってみたいと思います。もし本日の内容にご興味ある方はです、最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。Let's get started!はい、それではですね、本日のコンテンツを始めていきたいと思います。私はですね、今会食をですね、虎ノ門で終えてですね、今から約1時間ちょっとですね、都内をウォーキングして帰ろうかなと思いまして、ちょうどその中ですね、皇居の前に来ましたので、本日はですね、こちらの方から動画の方を撮ってみたいと思います。毎回のことなんですけども、帰国時にですね、非常に忙しく過ごさせてもらってまして、いろんなね、ビジネスパートナー、投資家、業界仲間と情報交換とかっていうのをね、させてもらってるので、毎日有意義に過ごさせてもらってます。日本もですね、今からですね、首相も変わりますし、激動の時代になってくると思いますので、チャンスが多いんじゃないのかなというふうに思いまして、私もね、非常に楽しみだなというふうに思ってます。私はですね、日本と海外をつなげる仕事っていうのはですね、 eBay、クラウドファンディング、Shopify、 いろんなことでやっておりますけれども、やってて非常に天職だというふうに思ってまして、今後もですね、こういったことをですね、追求していきたいなというふうに思ってます。今回もですね、いろいろとまた起業家の人ともお会いしたんですけども、皆さんね、口を揃えているのがですね、林さんのこの継続力っていうのはね、本当にすごいですということをですね、おっしゃってくださってるんですけども、私としてはですね、当たり前のことを淡々とね、継続しているだけなんですけども、それで今18年目というところで継続ができているという状況になってきております。上には上が本当にいいので、私もまだまだ頑張っていく必要があるんですけども、視聴者の皆さんに言いたいのはですね、一つ自分がね、やるって決めたことをね、しっかりとコツコツやっていく、それだけでですね、大きな成果っていうのをね、作っていけるというふうに思ってるんですね。皆さん諦めるのがね、早すぎるというのがね、常に私はいろんな人を見ていて思うんですね。ビジネスってこうでサイクルがあります。いい時もあれば悪い時もあります。私もですね、過去にもちろんいい時もありましたし、ダウントレンドの時もね、いっぱいありました。そんな時でもですね、どんなにですね、周りのね、環境がね、悪くなったとしても、自分の行動だけはですね、変えないでおこうと、そういうふうにですね、考えて私は行動してきたので、周りの人が出てきては消えていけ、出ていくは消えていけっていう中でですね、ビジネスを継続してできているというのはですね、あります。ということでですね、とにかくビジネスはロングタームで考えてほしいなと思います。ロングタームでしっかりとやっていればですね、必ずまた上昇トレンドというのが来ます。今苦しい方もですね、心配しなくてください。経済もね、上下あるようにですね、必ず自分の運にもですね、上昇トレンド、下降トレンドがあります。下降トレンドをしっかりとですね、耐え抜いていくとですね、また上昇トレンドがやってくるんですね。なので、しっかりと自分ができることをですね、コツコツやる、コントロールできないことに悩むよりも、自分自身の行動というのをしっかりやっていくといい結果が出てくるんじゃないかなというふうに思います。日本もですね、まあ秋で非常にね、綺麗です。最後まで私はね、楽しんでいきたいなと思ってます。それでは本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツが良かったと思ってください。ぜひいいの話をします。チャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくします。 X の方もぜひこちらの方からフォローしてくれ幸いです。また売り稼ぐノウハウについてメルマの方も配信してますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.